から外してしまった原発何より近い老いの原発持ってきました。コピーが1支部10円いただいてるんですけど、よかったらこれ持って帰りますね。これ今から歌いますよ。すごい。やっぱ子供はどうだ、子供は。結構パワーいるんで、誰かが言って、結構よかった。若い人、結果こんなチャンスは二度とないですよ、これ。なかなか、こんなリアルタイム自転車って。おらへん。やろうか。ああ君をやってくれた。もうちょっと騒がないねんな。騒がさんやめろもんね。ちょっとね、男の子、男の子、おーい、自転車こいで。お兄ちゃん、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 ありがとう。原発団は人気者、原発
しい。ありがとうございます。こんなことありがとうございました。はい、すいません。時間がですね、そんなあるわけではないので、次から次へといきたいと思うんですけど、熊さんのギターの弾き語り、これから聴いてもらうと思いますので、よろしくお願いします。お待たせいたしました。いつも寂しく歌っておりましたが、今日はこんなにいらしていただいて、きっと見事に失敗すると思いますが、無人川福島バージョンです。福島の女性と東京経産商売テントの広場の方が合作したものです。福島の思いはあるか、誰が福島を壊してしまったの。飛びゆく子供たち、未来の宝、ふるさといつまでも忘れ失いない、
いつまでも忘れはしない誰がふるさとを壊してしまったの誰がふるさとを壊してしまったのちょっと悲しい歌で先日あの井戸川町長に、お会いしました。ふるさとのことはもう言わないでくれ、私にはもうふるさとはないと言ったので、これは井戸川さんの前では歌えないと思いましたが、いつもここでやらせていただいておりますので、今日こんなにたくさんの方に、初めてあのこんな歌い方で、どうでしょうかね、もう時間はもう一人ですか、私 の, あの、ステージ上 の, あのお師匠さんはパクポーさんという方です。で、十何年前からこの歌を歌って、頑張ってきております。汗中の曲がった土壌は泳ぐ苔の中で寂しそう桶の中の水の噂は、あれ間違っちゃいました。背中あれきっとあれ文字を文字を文字を込めよう、ああまる地球が泣いている、今年もやっぱり水不足だけど、よくよく足りないものは真実を貫くパワーだぜ。文字を文字を文字を止めよう、ああ離る地球が泣いている、バービロンシステムアフォーレンデン、この人がいるので、上がってしまって歌詞を忘れてしまいました。どうもあのありがとうございました。ありがとうございました。熊さんありがとうございました。ですね、ちょっと時間も押してるのでこのまま2部の方に移行していこうと思います。1部終了です。もう人もたくさん集まってきたようなので。これからが本番のやつになります。皆さん楽しむ、そうですね、楽しんでいってください。では一部終了です。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは。楽しんでますか。二部の司会をします、青柳です。大森と言います。よろしくお願いします。2人揃って青森コンビです。第2部の、トップは紙芝居です。子供さんたちいっぱいおるかな。おじいちゃんも年配の方も寄っといて。じゃあ紹介します。紙芝居ヌークス君とお日様をしていただきます。サンサンシスター
しい移動してください。せっかくですので声だけでなく絵も見てください。とてもたくさんの人、将棋倒しにならないぐらい気をつけて、どうぞどうぞ前の方にお越しください。お願いします。こんにちは、サンサンシスターズです。私たちはこの3人で子どもたちに原発じゃなくてこれから自然エネルギーで電気を使おうねっていうようなことを伝えるという活動をしています。で、分かりやすくみんなに原発じゃなくて太陽の電気とか風の電気とかそういうのがいいねっていうことをなんとなく分かってもらえたらいいなと思っています。で、子ども本当に少ないですけど、かつて子どもだった大人たちにさせてもらいます。よろしくお願いします。ルークス君とお日様。ルークス君は長い長い間ずっと安らかに地下深くに静かに静かに眠っていました。ある日人間がやってきてザク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 と土を掘り起こし、ぐっすりと眠っていたヌークス君を起こしてしまいました。なんでヌークス君を掘り起こしたんでしょう。実はヌークス君にはとてもとても大きなパワーがあったのです。みんなのおじいさんやおばあさんの、そのまたおじいさんやおばあさんたちの頃、世界中のいろんな国が戦争をしていました。そこでヌークス君のパワーを借りようという人たちが出てきました。ある日アメリカが作った爆弾に寝ぼけ眼のヌークス君が詰め込まれました。ピカッドカーン。ヌークス君が詰め込まれたヌークス爆弾は日本の広島と長崎に落とされました。ヌークス爆弾のパワーはとんでもなく大きなものだったので、十数万人もの人たちが、動物や木があっという間に死んでしまいました。たくさんのお家や建物が吹き飛んでしまいました。いっぱいの人が死んじゃいました。いっぱいの人が悲しみました。それだけではありません。ヌークス爆弾には毒が入っていて、生き残った人は毒で死んだり病気になって苦しみました。苦しめられたのは人間だけではありません。犬や猫や鳥さん、動物たち、お花や木や空気やお水、お山も川も海も毒で病気にいっぱい苦しめられました。毒で病気になったお母さんから生まれた子供は、生まれた時から病気の子もいました。いっぱいのお母さんが泣きました。いっぱいのお父さんが泣きました。太郎くんの飼っていた柴犬のしんちゃんも、ある日その毒のせいで病気にかかって死んでしまいました。ヌークス君は危ない。ヌークス君は危ない。ヌークス君は危ない。みんながヌークス君を責めました。ヌークス君は悲しくなりました。僕は正義の味方になりたかったのに、たくさんの人をお金を騙せてしまった。どうしたらいいの？すると、ある国の偉い博士がヌークス君に言いました。君のその大きなパワーで電気を作ったらみんなが喜ぶよ。そしてヌークス君は博士たちに電気を作るお家を建ててもらいました。はい、みんな電気って知ってるかな。電気で動くものいくつか知ってますか。はい、これは何ですか。
何これ何扇風機。扇風機、はい、扇風機は電気で動きます。はい、これは何かな、これは何かな、僕はこれ何、トースター、そう、トースター、トースターは電気で動きます、電気で動きます。はい、最後にこれは、これわかる人、はーい、何、新幹線、新幹線も電気で動きます、電気で動きます。ヌークス君は張り切っていっぱいいっぱい電気を作ったので、たくさんの人の役に立ちました。わあ、みんなが喜んでくれる、嬉しいな。そんなある日、グラ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 、ガッシャーン、日本に大きな地震が起きました。大変だ大変だ、ヌークス君のお家が壊れて、ヌークス君のお腹の中から毒がボヨヨーンと飛び出していくよ。実はヌークス君の毒は目に見えません、匂いもしません。戦争の時のヌークス爆弾よりももっともっとたくさんの毒が空や海や山や町に広がっていきました。ヌークス君はとっても悲しくなりました。僕のお腹の中の毒が地球に住むたくさんのお友達を傷つけてしまう、どうしたらいいの、誰か助けて。するとその様子を空から見ていたお日様が言いました。ヌークス君、君のお腹の毒はとっても危ないから、もう電気を作らなくていいよ。そうだね、僕がパワーを出したら毒が出てしまう、僕はもう電気を作りません、電気は私が作ります、毒の出ない危なくない電気を私とその仲間が作ります。ヌークス君、今までお疲れ様でした。お日様ありがとう、僕はもう電気を作りませんとヌークス君は言いました。お日様は約束通り自分の体からさんさんと光を注いで、さんさんの電気を作りました。屋根に乗っかっているソーラーパネルがそれですよ。ソーラーパネル知ってる？知ってる？知らない？はい、次。お日様はお友達の風のフーフー君にお願いして、風車をぐるんぐるんと回して、ぐるんぐるんの電気を作りました。みんなが遊ぶ風車の親玉が風車です。風車知ってる？知ってる？風車の大きなのが風車です。はい。お日様はお友達の川のザブン君に頼んで、ザブンザブンの電気を作りました。川のザブン君も電気を作ります。またお日様は黙々と茂る木を育て、その木を黙々と焼いてくれる人たちと仲間になって、黙々の電気を作りました。はい、黙々の火も電気を作ります。電気はみんなのお家や保育園や幼稚園やいろんなところに届いて、いろんなものを動かしています。お日様ありがとう、僕もようやく休めます。ヌークス君もとっても嬉しそうです。そして人間も動物もお魚もお花も風も空気も海も地球もみんな口々に言いました。ありがとう、お日様ありがとう。はい、みんなも一緒に行ってみましょう。お日様ありがとう、お日様ありがとう。はい、これでヌークス君の話はあります。ありがとうございました。ヌークス君の運営でカンパを忘れております。こんなのがあるので、よかったらチャリンと落としておいてください。お願いします。ヌークス君とお日様、皆さんいかがでしたか？大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。大変な準備だったと思います。
なんか拍手が足りないんじゃない？もうちょっとよろしくお願いします。ありがとうございました。ヌークス君とお人様、関西電力の皆様も聞いてくださいましたか？次は、はい、ありがとうございます。では続きましてアピールです。アピールじゃないわ、若さネットの久保さんから、関連追及の報告と再稼働情勢についてのお話をちょっといただきます。どうぞよろしくお願いします。失礼します。若さ連帯行動ネットワークの久保です。先ほどシグレコールで OK 取り出したんでちょっと枯れておりますけれども、若さ連帯行動ネットワークといいますのは、福井の原発の反対する市民グループと関西の市民グループが合わさって、ちょうど24年前に美浜の2号炉でギロチン破断事故が起こった。その時から若さ連帯行動ネットワークという緩やかな集まりを作りました。しかし関西電力に対しては厳しく追及をしてきました。先ほどの集会でも言いましたけれども、昨年は関西電力は火力発電の燃料費が高くなったんで電気料金を値上げしますということで申請をしていました。しかしそれは全くのデタラメであります。電気料金の値上げ、これは実はですね、関西電力が持っている11基の原発を再稼働維持させるために維持費が毎年3000億円いる。だから電気料金を値上げせざるを得ないわけです。それからなんとひどいことに、関電の原発ではない日本原電の敦賀2号3号のこの原発は全く動いておりません。しかしながら日本原電は黒字を計上しております。実は関電がこの敦賀の維持費を電気料金として私たちの金から吸い上げてですね、日本原電に払っとったということが分かったわけです。もう一つ、北陸電力にも原発があります。滋賀原発2号もですね、動いていないにもかかわらず関電の電気料金に入れて北電は黒字になっているわけです。こんなデタラメな会社がですね、なんで電気料金を値上げするんだ。言い訳はですね、火力発電の燃料が高くなったから嘘つくなっていうわけです。全くデタラメですよ。現実に原発をやめる、維持費3000億をやめる、原発に頼らない経営方針をするということになれば生き返るわけですよ。それを全くデタラメに電気料金だけ値上げして私たちに負担をかけさせてですね、ぬくぬくとこんな大きな会社で生きとるわけです。皆さん、こんなバカな話ないでしょ。残念ながら電気料金は値上げされましたけど、皆さん、再稼働がこのまま進みますとさらに電気料金は値上げしますよ。そして60年もし運転させてあと廃炉になった時の廃炉の費用というのは全く計上されてない。また電気料金を上げなければならないという状況になると思います。そういう意味でも再稼働を止めなければならないと思います。皆さんと頑張りたいと思います。そこで今年はですね、関電のデータをもとにですね、関電のデータがどんなデタラメであるかということで今追及をしております。何かと言いますと、関電の大井3・4号炉、高浜3・4号炉の再稼働の申請のためにですね、周りの地震動の評価がですね、ものすごく過小評価して原発を持つということで規制庁に対して再審査を要請しているわけです。私たちは関電のデータを見ました。耐震スペクトルとかいう難しい評価法、断層モデルという難しい評価法、それを出してきよったんです関電がね。そのデータを見ますと
2倍3倍評価が違うんですよ。同じ地震でありながら地震動の評価が耐震スペクトルと断層モデルで評価したら2倍3倍違うと、こんな地震動の評価ありますか。しかもですね、低い方の地震動の評価でですね、持つという形で再稼働させてくださいと言ってるわけです。私たちは怒りを感じまして2月19日に完全に押し掛けました。再質問状を持ってですね、答えてくださいと、誠実に答えてくださいということで34面第2会議室へ入りました。みんな閉じ込められました。しかしながらですね、4時になって回答すると言いながら全く回答しないで、こともあろうに私たちを押し込めた会議室でですね、私を呼び出して、実は何や言ったら、なんかこの話し合いがなんか YouTube で流れるっていうことを聞いたんで、もう交渉しませんって言いよったんですよ。波川さんという方ですけど、で私たちはですね、公開質問所で皆さんで公開の場でちゃんと答えてください、文書で答えてくださいと言いながら、関電は文書で答えません。口で言うだけですよ。私たちは一生懸命言うてんのを書き止めて、そして皆さんに関電はこう言うてますよという形でニュースで今までずっと流してきたんですよ。今回のやつはですね、全く答えないで我々を閉じ込めたまま出てこようとしないんですよ。会議室は関電の会議室なんですよ。私たちの会議室ではないですよ。そこに自分たち来ないで出て行ってくださいよ。契約違反やんて、バカなこと言わせないとちゃんと答えるということで34名が4時に集まってるのに30分経っても来ませんでした。頭に来てる私ですね、美しい受付嬢に対してですね、広報部の人は非常にひどいですね、こんなひどい対応するんやったら社長呼べと、八木社長呼べということで、きれいな受付嬢に怒鳴りで込みました。そしたら慌てて広報部が帰ってきたんです。それで1時間の契約をですね、4時35分なっても来ないでわーわー言いながらですね、約束守ってください。そして答えたんが、回答にならない回答をしてきたんです。一つは何かといったら、実は美浜原発が設置許可が1966年設置許可が出たんですけれども、明くる年の1967年、これはウエスティングハウス社の原子炉ですからね、ウエスティングハウス社がですね、その美浜の原発の下活断層あるかどうかを調査しよったわけです。そしたらどうも設置許可が下りた後ですね、どうも活断層があるんではないかということを評価しとったわけです。でも関電はどうもあれは死んだ断層だから大丈夫だということで、なんと2メートルの鉄筋コンクリートをベターッと貼り付けて、その上に美浜原発を建てたわけです。私たちはそんなアホなことないやろと、ウエスティングハウス社の報告書があるはずやと、大事な報告書は関電持ってるやろと聞きました。そしたら関電何言ったか、ひどいですよ、ひどいですよ、報告書はうちにはありませんと、中身は不明ですという回答なんですよ。こんな回答信じられますか。よく考えてください。ウエスティングハウス社が作った原発やったら、もしですよ、地震が起こって動いたらウエスティングハウス社が責任取らなあかんでしょ。そういう報告書の中身にもかかわらず関連はありませんよ。こんなバカな会社がですね、原発地震には大丈夫ですって今まで騙して私たちに報告してたわけです。もう一つ大井高浜の問題ですけれども、要するに地震動です。私たちは阪神淡路大震災の以降ですね、地震と原発は問題だということで追及ずっとしてきました。そしたら短い活断層が、いやどうも原発の近くが長かったということまで認めました。そして今度は長い活断層が連動して動くことも認めざるを得ない、そういう状況になってきましたけども、今度はですね、大きな活断層が動いて大きな地震が起こるけれども、地震の動きは原発にどう影響するかという地震動の評価、
これを小さく見積もって大丈夫だということを言ったわけです。ところがですね、関連のデータを見ると明らかにその過小評価であるということが分かったんで、質問状に出しました。2つ目の質問です。関連は答えません。評価法が2つあって、それがばらつきがいっぱいあるにもかかわらず、そんな評価法ではダメでしょうと言ったら、どちらの評価いいと、2倍3倍変わっても揺れが変わってもええんだという評価をしました。こんなアホな評価をしてですね、原発は大丈夫でいて誰が再稼働できますか。残念ながら関連はそういう形で無視をしたんで、私たちはこの問題に対して原子力規制庁に対して3月18日東京へ出向いてですね、関連はこんな回答しかしとれへん、規制庁としてはどないすんねん、こんな形で原発認めるのかということで追及をしたいと思ってます。現在全国から71団体賛同を受けております。個人は270名、そして東電に向かっていきたいと思ってます。そしてえげつない関電をお前ら規制庁もちゃんと指導せと、原発を認められへんやないかということで徹底して追及して頑張っていきたいと思います。これからも頑張りましょう。ありがとうございました。若さネットの久保さんでした。続きましてこちら事務局から、久保さん元気なのは奥さんあっての久保さんでございますから、奥さんにも拍手をお願いいたします。お二人とっても元気よく長年活動されてきました。皆様本当に申し訳ないんですが、これからワンコインカンパのお願いをいたします。今日私が持っているこのチラシ1万枚刷りました。そして前の機材を運んでくださった方がいらっしゃいます。皆さんあちこちでカンパを大変されていると思うんですが、扇町公園でもされたと思います。すいません、今日はワンコインですからコインの色は一切問いません。1枚で結構でもございます。よろしくお願いいたします。もし万が一多めにカンパをしていただける場合はもう大歓迎ですから、それはワンコインとは申しません。袋を持った方はどなたでしょうか。はい、すいません、ちょっと皆さんの中を通ってくださいませんか。こんなにたくさんの人が集まったのは何年ぶりでしょう。皆さん本当にね、毎週毎週関電前に来てもこんなに人も集まれないんです。今日こそ皆さんのエネルギーをぶつけましょう。音があり声があり笑いがありです。皆様ワンコイン本当にどんな色でも構いません。今日ここに集まった人自腹で来られておられます。さらにそれにまだコインじゃってもうなんか鬼のような気がいたしますけど、よろしくお願いいたします。関西電力の人もワンコインじゃなくてお札でこちらにカンパぐらいしてほしいですね。取るだけ取って知らん顔はダメです。私たちは大きな声で言います。庶民の声を聞いてもらいましょう。聞かせましょう。今喉元に私たちは刃を突きつけられています。心臓にもギリギリのところで刃を突きつけられてます。それにもめげずここに集まったこの元気のいい人たちにお互いに拍手を、そして元気よくまた活動を続けていきましょう。ワンコイン、はい、よろしくお願いいたします。それでは次の方。はい、続いて、釜日郎の三浦さんに福島第一原発と被爆労働についてお話しいただきます。どうぞお願いします。はい、ご苦労様、お疲れ様でした。簡潔に私たちの考え、そして今問われていることについて述べていきたいと思います。最初に先ほどの方が地震の問題についておっしゃっておりました。今大井高浜町の民宿の大半は明星電機といういわゆる地震計測の専門メーカーの作業員によって占められております。3月15日からは太平電業という保守点検事故の際の収束工事を担ってきた大手のプラントメーカーです。これが高浜で行われていること、大井町で行われていることが実は再稼働の前提を6月までに作っていく、そうした工程に基づいております。明らかに再稼働に向かっております。しかも具体的リアルにタイムスケジュールを持って大井高浜の3、4号機の再稼働が日程に上っていると考えても間違いないと思います。あえて太平電業という言葉を使いましたけれども、
太平電業こそ実は関西電力の元請けゼネコンとして多くの被爆労働を作ってきた悪名高き電力会社です。簡単に申します。太平電業の下に中部電工という会社があります。中部電工は名目的には大井町に存在しております。本当の中部電工は東京に本社があります。いわゆるペーパーカンパニーです。そこに太平電業から仕事が降りてきます。中部電工はそれをさらに下に投げます。その下の下が実は東進工業、ご存知九州の具体的な名前は挙げませんけれども暴力団組織です。移送請け負いで2012年の1月の6日摘発されております。同時に太平電業が受け持った浜岡原発においても偽装請負いが発覚しております。さらに四国、さらに島根においても発火事故を起こしております。労働者の安全衛生全く無視、最下層の働く仲間たちの健康を食い散らかす、そうした太平電業の事業主こそこの関西電力であるということを私は申し上げておきたいと思います。あの東京電力の 3.11 以降3ヶ月でおよそ9000人の被爆する仲間たちが働いたというふうに言われております。そのうち800人は現在に至るも所在不明、678ミリシーベルトを浴びた仲間が1名、134シーベルト以上を浴びた仲間が134名と発表されておりますけれども、であるならば800名の所在不明の仲間たちは誰が健康を管理していたのか、はっきりとその責任を私たちは問うていきたいというふうに考えています。被爆という労働あっての原発であるならば原発はいらないし、再稼働のためにまた被爆の労働を強制するのであるならば、私たちは仲間たちの命を守れという意味において再稼働を阻止していきたいというふうに考えております。私たちのそうした再稼働の阻止の戦いと今福島で起きている事態、考えてもみてください。去年の8月1日からわずか5ヶ月間で4400人もの子どもたちが福島から避難しています。そして過動層といわれる15から65歳までの人口が避難という形で移動しております。福島はまず震災による災害、津波による災害、そして東京電力による原子力事故の災害、これは人災です。そして次に何が襲っているかというと原発事故と人口流出による地域社会の破壊です。ふるさとを破壊し二度と帰れぬふるさとを作り上げて、そしてなおかつ東京電力は52項目の言うならば自己点検項目を出しましたけれども、いまだ公表されているのはわずか10項目しかありません。ということは原発事故の根本的な原因は何一つ解明されていないということの証だと私たちは考えています。そうした原発事故の現状をしっかりと捉えるならば、なぜ今再稼働なのか、なぜ原発の存続が必要なのか、そのことを私たちは考え直していかなければならないと思います。子どもたちを悲惨にさせるな、子どもたちの未来を奪うな、若者の健康を労働を放射能で破壊するな、高齢者をその生きがいを奪うな、仲間たちの命を守れ、すべて再稼働に対する阻止の私たちの確信であるということを表明しておきたいと思います。どうもありがとうございました。釜石市の三浦さんでした。では次はまだ音楽です。
次はあちゃこさん、いちざなんでかな、あちゃこさんに出てもらいます。あちゃこさんという名前を聞いたことありますね。エンタツあちゃこのあちゃこさんです。それのその方のお孫さんがずっとあのこの関連前でもいつもあの行動されてました。でもよくお会いしてます、そのあちゃこさんに、パフォーマンス、歌を歌っていただきたいなと思ってます。では紹介します。拍手。どうもこんにちは。皆さん寒いのにご苦労様です。まあね、今日原発いらんいう歌をね、いりませんいう歌作ってるんで、まずその歌から歌います。皆さんよかったら一緒にいりません、いりませんを歌ってみてください。みんなでいりませんいりませんとこ一緒に歌ってください。はい、ちょうど万博の時のね、ほら南ハローワールドとったんだよ。いりませんいりません、北の海から。いりませんいりません、これで一応終わりやねんけど、みんなで言おう。もういつでもね、どこ行っても歌てるんですけどね、はい、まだまだ浸透力が少ないからね、はい、みんな歌ってください。いつでもどこでもいりませんいりません、はい、次俺たち宇宙人歌歌います。知っとけ知っとけ、桜は
甘えないみたいな、もうまた次の歌を歌います。次はアチャコンドという歌です。はい。
彼の愛みな金に振り回されて金なんかな人間が作ったもんや。ほんまほんま世の中むちゃくちゃ、はいちっちっち、あそれむちゃくちゃですね、むちゃですね、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ。ここちょっと一発前のモノマネね、前から行くところでカチョン全然受けてる。はい、チッチッチ。あ、そうです。むちゃくちゃですね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 。竹島も尖閣諸島もな、あんなもんな、みんなで潰されんねん。俺とこね、俺とこね、テレワンと。もともとはな、漁民がみんなの避難場所として過ごとったんじゃ。ほんまほんま世の中むちゃくちゃ、はいちっちっち、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね、バンジョーさん、バンジョーさん。いけてる。はい、チッチッチ。むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ。むちゃくちゃですね、むちゃですね。むちゃくちゃですね、むちゃですね。むちゃくちゃですね、むちゃですね。親も子供も先生もマジストレスいっぱいや。受験生の詰め込み教育落ちこぼれ。早受験生の胸さもなくして中教育に変えるべきや。ほんまほんま世の中むちゃくちゃ、はいちっちっち、むちゃくちゃですね、むちゃですね、むちゃくちゃですね。俺が上に小顔を乗っけ、小顔に孫があって、はいならー！はい、チッチッチッ！むちゃくちゃですね、むちゃですね。いらん、みんな己の派閥のネズミコツコツのだけや。なんでもみんな住民投票。ほんまほんま世の中むちゃくちゃ、はいちっちっち、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね。守備不審に、守備不審に、シジャクさんの真似、はい、チッチッチ、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃですね。悪いことは悪い、人殺したり威圧したり洗脳したり傷つけたり裏切ったり、みんな常識で考えて生きていきましょう。ほんまほんま世の中むちゃくちゃ、はいちっちっち、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね、むちゃくちゃ、むちゃくちゃですね。ほんまにもう、はいの、はいの、むちゃくちゃでございまするがな。おわわ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 
もうなんか時間ないみたいなんで、はい、また次の時またえ一緒に参加させてもらいますんで、はい、皆さん頑張っていきましょう。はい、あさこさんでした。もう一度拍手を。ありがとうございました。続きまして、子どもたちを放射能から守る大阪ねさん、よろしくお願いします。あ、こんにちは。放射能から子どもたちを守る大阪ネットワークの、学校教育関係部会松田と言います。今日は関西原子力懇談会という、団体があるんですが、そこが、理科教育に介入しようとしているという、話をしに来ました。今日の小枝さんのお話を聞くとですね、いつも、自分たちの責任というのを非常に感じてらっしゃるなと思うんですが、今特に中学校の理科教員がターゲットになって、放射能安全だという教育の手先にされようとしています。で、その、文科省、国全体がまずやろうとしているんですけれども、大阪のこの関連がの世論工作組織というか裏組織というか、そういう団体である関西原子力懇談会が直接に中学校教員に対して働きかけをしているということで、それを皆さんにお知らせしようと思います。2012年の8月でした。僕は理科の教員をしているんですが、3人教員おるんですが、輪番で理科主任というのが回ってきまして、ちょうど理科主任だったんですけれども、そこに通知が来まして、放射線教育サポートシステムという事業をやります。で、申し込んでくれたら、いろんなほぼいろんなことは無料でですね、いろんなサポートしますということで、これは関西原子力懇談会というのは、ちょっとは聞き覚えがあったんですが、例えば、福井の、原発の稼働にあたってそれを審査するような大学の先生に対して、原子力村からお金が渡る。お金が渡るっていうのは、どこからお金が渡ってるかというのは、関西の場合には関電というのは絶対出てきません。関西原子力懇談会が渡してるんですね。で、そういうところが、直接に、理科の教員にこう働きかけてるということで、これは大変なことだと思いました。で、彼らはなぜ理科の、中学校の理科教育に介入しようとしているかというと、学習指導要領というので放射線教育というのが30年ぶりに、指導要領に載って教科書にも載るようになりました。で、それを、全然みんなよく知らないだろうから、教えてあげましょう、サポートしましょうというわけです。で、これはひどいなと思って、知り合いのところにもこう流したりしてたらですね、なんとその次に、大阪市の、第2ブロックという、宮古島区、鶴見区、城東区、旭区の4つの区の理科教員が自分たちでこう研修会を持つ、会があるんですけど、大阪市、中学校教育研究会、理科部の第2ブロック研究会、研修会というのが9月にあったんですが、それがそのサポートシステム申し込んで、サポートシステムの方で、講師が来てやる、研究会という案内が来て、いや、これはひどいなということで、ちょっとこれどんなとこだとか言って直接に還元校に電話をかけました。そしたら、ホームページを見てみたんですが、会長は、京大の元の名誉教授の西村さんという人、会長は一人は載ってるんですが、会員、どういう人が会員であるかと、役員がどうだとか、そういうのは一切載っていません。組織図があるだけです。で、それをどうなってるんですか、教育に携わろうとするものがこんな秘密組織のようなところいいのかと言ったら、いや、それはそういうふうな方針ですかということででした。で、当日はいろいろ講義もしたんですが、その、やり方というのは、まず、霧箱というですね、放射線の歯石を見る実験をします。やっぱりそういうふうに子どもたちにも見せるとか興味を持たせるということで、それは、ドライアイスを、氷の削り器で、これ何回かやると歯が欠けるみたいですけど、それで非常に冷やした状況にして、やるわけですが、それを指導して、で、ちょっと、理論も言います。で、
でも一番ポイントは何かというと、一番最後に、学習指導案、学習指導案とワークシートというのをですね、こっそりとくれるんですね。で、そのワークシートにはどこが作ったとかも何もないので、すぐ使えるようになっています。で、2つワークシートあって、1つ目のワークシートは最初に子どもたちに放射線のイメージについて話し合わせます。怖いなとか、まあそんなのが出てくると思いますが、でその後、身近にもいっぱいあるんだよ、食べ物にもこんなにもある、そして、こんなに便利だということをずっと言ってですね、一番最後にもう一回、イメージが変わったかどうかを話し合わせます。あ、そんなに怖いもんじゃない、身近にもあったんだとか、いいとこもあるんだなということが分かったということを、まあやらせる授業、これは一つ目です。二つ目は、その放射線の健康影響について、まあ、それについて、まあそういうふうな、がんの影響というのはいろんなところからあってとか、今いろんなことがあってですね、一番最後に、問題があってですね、飲酒、大量飲酒と喫煙と運動不足と100ミリシーベルト以下の低線量被曝、これが、がんのリスクが大きい順に並べなさいと言ってですね、その運動不足というのは3番目にもう最初が書いてあるわけです。あと最初と次と一番最後、一番影響が少ないやつを入れるだけなんですけども、彼らによるとそういうもっともらしい、教員にはもっともらしいそういう資料をつけてるわけですが、まず、喫煙、大量飲酒、運動不足、そして100ミリシーベルト以下の低線量被曝はほとんど影響ありませんということを書かせて、ああこういう、まあ放射線の影響って大したことないんだということを刷り込む、こういうことを直接に、教員とつながってやろうとしてるんですね。で、それはホームページには出していません。必ず直接に渡して、もう人間関係を作ってやろうとする、そういうふうなことで浸透してようとしているということです。で、こういうふうな ひどい状況ですが、彼らは、関西原子力懇談会は関西の2府4県と福井県というのが、このエリアです。で、彼らの、規約とか、事業報告とかも全部持ち出し禁止、開示不可なんですけれども、たまたま、近畿大学の、原子炉実験所の、研修会を文科省講演を受けようとして、彼らが受けようとしてですね、そこに出した資料を公開請求した時に出てきたんですが、それで初めて見ることができた、開示不可と書いてある文章を見ることができたんですが、目的は原子力産業の発展のため、でそういうエリアがそうだということが書いています。そして、会員になるには、その会社の会員、法人会員と個人会員があるんですが、それはだからそういう理事会の承認がいるわけですね。でも誰も知らないわけですから、知らないものを会員になろうと思ったら、あんた利用価値があるから入ってくれと言って入れるしかないという、そういうふうな組織であるということです。で、その関西原子力懇談会が事務局になって、でも実は全部自分たちで作ってるわけですが、関西の大学の先生方を、集めて自主的に作ったという、まあ、称している、放射線教育知識普及連携プロジェクトという名前がの、団体がで、還元婚が全部運営も何にもお金も全部出してるわけですが、いろいろ手配をしてやってる形になっています。で、私たちは直接に、こういうふうな、役員とか、おいこら、ごめん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 、何しとんの、歩道は邪魔なの、何を泳いで邪魔なの、帰れ、歩道は邪魔なの、帰れ、何を入ったら帰れ、空港に来たら毒がない、空港に来たら毒がない、空港に来たら毒がない、ここは物ですから、苦情が入っとるんや、これはどうした、近所に迷惑かかってるんやから、近所に迷惑かかってるんですよ、これだけ分かってください、はよ帰れ、はよ帰れ、はよ帰ってください、どこがそういうことを受けてるのか、でこれはお金が出ていることとか、あるいはその目的とかが多くになって、みんなの目にちゃんと明らかになっていったならば、絶対悲惨も起こってくるし、そしてそういうふうな、中でそういうふうなサポートシステムを
おい、そこの客、何さらカメラ撮ってんねん。そしたらそれを一旦掴んで公開するのは責任であることは十分各教育委員会に決まることができると思います。何をやったん？はい、帰るかい！梶本さん落ち着いて、もう特別なんだよ。おい、梶本さん落ち着いて、上がりなさい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 、帰れ、上がりなさい、帰れ、上がりなさい、帰れ、お前ら帰った、人々の顔に公開すんなよ、顔線の自由だぞ、憲法違反すんな言うてるんだよ。落ち着いて梶本さん、憲法違反すんな、憲法違反やぞ、表現の自由大事やぞ、表現の自由最大限通るだぞ、表現の自由、表現の自由守れ、表現の自由、表現の自由が第一やで、表現の自由が第一、表現の自由が第一、それも含めて表現の自由が第一。帰れ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 表現の自由大事やで、表現の自由大事やで、憲法違反するんだけど、はい、帰れ！邪魔になって、通行が邪魔になるって忘れない、憲法の苦情も入ってんねん、それを分かってください、下がれ下がれ、状況分かってるか、お前あんた状況分かってるか、あんた状況分かって言うてんの、あのよ、何がどう邪魔してるのか、何がどう邪魔してるのか、俺が何が危ない、分かれ、何が危ない、何が危ない、挑発です、挑発です、警察官の挑発です、ポリスの挑発ですから、皆さん十分に用意して、はい、危ないです、すぐ来てるんですよ、はい、通常の作動ですから歩道公開区域に上がってください、通常の方ありますから、はい、上がってください、通常区域に上がってください、通常区域に上がってくださいよ、3人ということで110号、これが着脱式ミラーが、これが帰れ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 表現の自由大事、表現の自由大事、当たり前やな、表現の自由大事、
はい、帰れ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 帰はい、こら！おい、かんか！車通りますよ、車通りここにどこに車通ね？何写真撮ってんよ、お前は。こいつも下げろ、こいつ。何写真撮ってんねん、お前！カメラ！カメラ！何をカメラを撮ってるんだよ、お前は！おい何をしてお金を取ってんだよお前取るくらいいかに取るな何を取ってんの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 くらおい仕事の準備じゃ何を仕事ちゃうじゃんくらあら、もう一回行き向こう、はい、やめろ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 や何を撮影してるんですか？あなた何を撮影してるんですか？おい！警察官かも！仲間しいこら！ボケこら！ほらさ！仲間しいこら！ほら！何を撮影してるんやった？はい！何を撮影してるんだよ！何を撮影してるんだよ！おいおい映画せよ早よるぶいかわやめろ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 よ、おい、またこれ持ってくるか、くらやめろって言うんだよ最高裁判で言ってくれよやめろ、これこれはさすがやめろよすぐやめたじゃろよ氷は最高裁はい、降りろ、降りろはい、そこの警官に降りろ氷憲法重視義務守れ警察官憲法重視義務守れ教訓主大事だ早く降りなさい早く降りなさい降りんなお前じゃ終わった終わった降りなさい降りなさい終わった終わったもういいからないじゃお前危ないから降りなさい危ないなお前降りなさい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 降りなさ
降りなさい、降りなさい、降りなさい、このボケなさい、よろしいか、来た、来るよ、お前いらっしゃいな、どいとや、こんな感じ、早めて帰れや、こんな感じです、早めて帰れや、なんか来たんですよ、降りろ、撮影人降りろや、早い、降りろ早い、誰が来てんの、お前ら公務員やろ、公務員が何ていう規定を受けたんだよ、お前らは公務員やろが、なんて地位になんて車とかするんだよ、お前は、あーほんま怖いわ、本当にふざけるわ、ですね、ご覧のように、まあ公務員が市民に対して何という口に使ってるんだよ、お前らこのボールを行けもうやめて、やめて危ない、車通りますよ、この関連前にお集まりの皆様もそうだと思いますけれども、誰が好き好んで毎週土曜日大阪駅前に行くのか、大阪行動だ、早いこと大阪行動を終わらせたい、手の断念をさせればすぐ大阪行動は幕を引きます、手の断念を建設しようという動きがある限りこの運動はやめません、3年前にお集まりの皆さんもこの日本から世界から原発がなくなれば3年前に毎週金曜日集まる必要がないでしょう、2004年の4月19日からアセス調査という名前で沖縄防衛局は辺野古の海の調査を始めました、この2004年4月19日から座り込みが始まりました、でもその前8年前から沖縄の辺野古のおじいさんやおばあさんが2004年4月19日から3000日を超える座り込みが現在も継続をされています、今はなき金城雄二さん、命を守る会の代表の金城雄二さんが、僕は日本語が喋れなくて大阪弁しか喋れないんだけれど、辺野古で大阪弁で喋ってたら、ああ懐かしい大阪弁を聞いたなぁと、西山君ちょっとこっちおいでと言われて、テントの裏側に金城雄二さんに招かれてお話をしたことがあります、彼も長く大阪で暮らしていました、1971年に沖縄に戻られたわけですけれども、ああ久しぶりに聞く大阪弁懐かしいな、西山君聞いてくれるか、わしはな辺野古に来る人たちに辺野古の現状を何千人という人たちに伝えてきた、観光バスで乗り入れて来る人たちもあった、そして幾度にみんな帰るとき頑張ってくださいねと言うて帰った、私は頑張るというふうに言わずに頑張ってくださいねと言って大和に帰っていったということを僕は金城雄二さんから聞きました、その時に僕は決心をしました、金城雄二さんに申しました、雄二さん僕は大和に帰って大阪に帰ったら絶対辺野古の運動をするからなという約束をしました、この約束を破るわけにはいきません
新庄裕司さんは2007年の5月19日に72歳で天に召されました。皆様、この2004年5月19日という日はどういう日であるかということを絶対覚えておいていただきたいと思うんです。第一次安倍内閣が辺野古沖に自衛艦豊後を導入をし、日本の軍隊によって沖縄の人を殺そうというその行動に出たのが金城裕二さんが亡くなったその日であったんです。沖縄の人はまた日本軍によって殺されようとしているんです。沖縄戦は終わっていないんです。金城裕二さんの意思を継いでこれからも戦っていかなければならないと思います。皆さん、今日私は古希を迎えました。めでたいことも何にもない。残された人生、自分の命をかけて普天間基地の閉鎖と辺野古 新基地建設を反対し続けるということを宣言をしたいと思います。ありがとうございました。次はまた音楽に移ってます。パキアン超バクさんです。すいません、あの代理ですね。今日僕はずっと PA やっててね、音響やってくれって言われてね、今から言いますけど、あの昨日フェイスブックでも僕言うてしもたんやけど、木村敦貴が来る予定やったんですよ今日。それで隠してたんですけどね、なんか事故かなんか大阪戻られへん。ちょっと下げてくれますか。1曲だけやります、時間ないんで。今日は8曜日がおれへんのであいつらあの和歌山でやってます。林を抜けて山道登れば、くねくね道で息も絶えだえ、綺麗な花はしおれたまんまで、風が吹いても喉が渇くだけ、しょいこかついで俺は行く。日照りが続いて田んぼも畑も干上がって、野ネズミだけがちょろちょろあぜ道走る。松も竹も杉もみな枯れて、緑の色は柏の葉っぱだけ、へいやおらりやおらりなんだ、へいや汗にまみれてしょいこかついで俺は行く。ヒアのところ、オンラリアオンラリなんだ、へいや汗にまみれてしょいこかついで俺は行く。いつまで続く日照りの焼け地獄、雨をくれくれ一粒でも降ってくれ、足がもつれて倒れそうだ、盛り上がるけど、いやおらりやおらりなんだ、いや
がとうございました。寒いところみんな熱が入ってぬくなってきましたね。じゃあ次ノーニュークスアジアフォーラムジャパンよろしくお願いします。ノーニュークスアジアフォーラムの投資といいます。よろしくお願いします。1995年1月17日夜が明けてびっくりしました。阪神淡路大震災です。ようやく息伸びましたけど、夜が明けて外に出てみたら高速道路が軒並み倒れてます。倒れるはずのないビルも倒れてます。地面は陥没してます。私それを見て原発はこれで止まると思いました。本当に思いました。壊れるはずのないものが壊れる、倒れるはずのないものが倒れる。なんでそうなったか、当然原因を究明するはずだ。そうしたら原発もそういうことがあればどうなるかっていうことが当然検証されなかった。だったら絶対に原発は止まる。こんなものがこの地震に耐えれるはずはない。誰の目にも明らかだった。だからあの時に私は原発は止まった、止めれたと思ってました。だけど止まらなかった。私にとってはその時にもう原発は爆発しました。しかし止められなかった。もう世の中はむちゃくちゃやなと思いました。しかしその後原発予定地の人々と戦っていくうちに、必ずしもむちゃくちゃなことばっかりじゃない、そういうふうに思いました。私たちが身近なところだけでも日高町、南東町、美山町、久美浜、そして上関、さらに原発立地点でも新たな原発を作らせないために阻止してくださってきました。実は原発を阻止する戦いは原発予定地の方々をはじめとして反原発と我々こそが勝ち続けてきたんです。もしそれがなければ日本にはもっともっとたくさんの原発がありました。だけど今はたったわずかしかない。これから新しく建つ原発は本当にわずかしかないんです。原発予定地の人々の大変な苦労の上に、私たちは全原発廃炉のチャンスを今手にしてるんです。しかし原発産業はどうやって生き延びようとしてるのか。彼らにはモラルも国境もありません。原発輸出です。台湾、ベトナム、インド、ヨルダン、トルコ、サウジアラビア、ポーランド、さらにリトアニア、たくさんの国に原発を輸出をしようとしています。そして悲しいことに、それらの国はみんな日本のことが好きな国ばっかりなんです。対日感情のいい国ばっかりなんです。 3.11 の時にそういった国々はみんな手を差し伸べてくれたんです。私たちは差し伸べてくれたその手に原発という爆弾を握らせようとしているんです。絶対にそんなことは許してはいけません。私たちがそれを止めなければなりません。ではどうしたらいいのか、いろんなことがあります。だけど今私たちはささやかだけど小さなことを始めようと思います。時間がありませんので詳しく説明できません。ストップニュークス、ストップニュークス .org、 すいませんが詳しくはウェブでよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて秘密方法に配信取り組んで、はい、生さんよろしくお願いします。こんにちは。はい、私たちはずっと秘密保護法案の時から国会の議員さんに向けて電話をしたりファックスをしたりいろんなことをして止めようと頑張りました。しかしあんなひどいやり方で成立してしまいました。この法は、それが12月6日でした。私たちはこの悔しさを絶対忘れないということで、6の日行動、大阪では6アクションということでいろいろ行動しております。1月6日、2月6日、3月6日、次4月6日があります。で、4月6日は扇町公園で会見の人たちと一緒にストップ会見ロック秘密保護法という形で大きな集会をします。ぜひ皆さん来てください。チラシがここにあります。はい、ロックアクションの方は1時か1時半ぐらいから、若い人たちも来ていただくということで、ロック、つまり音楽
楽の方のロックをかけて音楽イベントとあといろいろアートなイベントにしていきたいと思っております。その前に、ちょっとこれ北節のお話なんですけれども、北節6市ストップ秘密保護法ワンデーアクションというのをします。はい、6市というのは大阪側は豊中、箕面、池田、兵庫県側は伊丹、川西、宝塚、この6市でそれぞれアクションをします。そして小さなデモもしますので、よかったらぜひ皆さん来てください。あと署名も集めております。よろしくお願いします。ありがとうございました。引き続きミラクル未来を作る人間アクションさん、はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、未来を作る人間アクションミラクルということで、活動しています。この冬、違いますか、去年ですか、福島のあの事故が全く収束していないどころか、汚染水が垂れ流し、そのような状況の中であの安倍は東京オリンピックを大嘘をついて招致しました。東京オリンピックを返上せよということで、大阪難波でオリンピック返上デモをやってきました。で、原発の戦いについても我々一生懸命取り組んでいます。それから先ほどアピールありました辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動、そして関連のこの金曜日、毎週金曜日やっている包囲行動、それらにも積極的に参加しています。これからもこのような戦い一生懸命やっていきたいと思います。で、この冬ですか、オリンピックありましたけれども、ソチオリンピックですね、ソチオリンピックの裏側で何があったか、いろいろな原発を再稼働させようという動きが、ずっと起きています。この間新聞報道でも安全審査がどんどん進められているとっていうような報道がなされています。私たちは断固として原子力発電所の再稼働には反対です。原子力発電所の再稼働を必ずストップしていきたい。原子力発電の再稼働は絶対に認められない、はい、ということで戦いを進めていきたいと思います。皆さんと共に戦います。それから3月の19日ちょっと告知で申し訳ないんですが、3月の19日は伊方の方で前双葉町長の井戸川さんを招いて講演会があります。今まで反原発脱原発の勢力が町内立地町の町内で講演集会がされたことはないと、30年来ないということで連絡を聞いております。伊方の家の方のブログなんかもあります。伊方の家の通信なんかもあります。ぜひ皆さん伊方の原発再稼働阻止、大井高浜もちろん再稼働阻止です。全国の原発の再稼働阻止に向けて一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き神巻行動お願いします。正式の名前は原発ゼロ神巻行動です。関連の八木社長が住んでいる神巻で毎週や毎月2回第2火曜と第4火曜にアクションを行っています。まあこのことはいいとして、今度の3月11日朝の8時から夜の8時まで関連前でアクションを行います。これは前年大井原発前で夜明けから日没までアクションをやったメンバーを中心にやりたいと思えばかちょっと思います。それで実際はそういう組織で行動することはしていないんですけど、そういうふうにやります。そしてこの行動を呼びかけたのは9月15日福井で集会がありました。その集会の後交流会がありました。その時僕は今度の大井再稼働の時は5000人集まって合法的公然な
運動でこれを止めようと言いました。その時非常に温厚な中島さんが非常に景色版で、現地は目いっぱいやってると、そういうことを言うなら消費地である関西で2万人で関電本店を通してくれと要望されました。それ以後私の行動は全てのことをそれに修練させようと思っています。高槻でも高槻駅前でアクションをやっています。関幕もアクションをやっています。そしてこの間高槻は初めてパレードをやりました。それで3月11日はこの前で朝の8時から晩の8時までアクションをやっております。いろんな行動がありますけど、いろいろバラエティにとって創造的で、かつ一緒にこうやれるような行動をやりたいと思います。以上です。ありがとうございました。それでは最後になります。はい、いよいよ番組もおしまいになりました。皆様方からいただいたカンパありがとうございました。カンパの金額については感染包囲行動のブログに後日発表させていただきますので、どうか皆さん注目しておいてください。ありがとうございました。ではその感染包囲行動のスパオンさん、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様です。私は都道府原子力関電包囲行動のパオンと言います。あれこれいろいろやってるんですが、関電包囲行動で喋らせて、しかも取りってええんでしょうかという感じがしますが、喋ります。福島の事故以降私は原発反対の運動を始めました。それまで気づきませんでした。あの大事故を経験した後、原発動かしたのはこの関西関電のみです。この憎き関電をどうにかしてやりたいと本当に思っています。今日はたくさんの人たちが集まって、朝からほとんど丸一日、今日のこの夕方の集会にもこれだけ集まっていただき、関電はきっと今防犯カメラを通じて私たちのことを見て聞いてると思います。どうぞこの声を社長の八木に伝えてください。原発がいりません。被爆したくありません。放射能被爆嫌です。そういう人たちがここに集まっている人だけじゃなくて、何万人も何十万人もいっぱいいます。その人たちの声を無視しないでください。関西電力はあの福島の原発事故以降初めて原発を稼働し、そして悪毒もまだ動かしたい。しかも消費税増税で電気料金値上げしますっていうお知らせこの間来たんですけど、赤紙ですかっていう感じです。これだけ電気を使う世界を勝手に作っておいて、いきなり節電だ、電気代値上げだ、いい加減にしろ。理解が収まりません。私たちストップ原子力関電包囲行動は、雨の日も風の日も雪の日も槍の日も多分毎週金曜日朝の11時から夕方7時8時ぐらいまでずっと関電を監視しています。関西電力が原子力産業から撤退するまでこの行動は止まることはありません。皆さん、とっとと関電を解体して原発を原子力産業から足を洗わせて他の地域に応援に行きましょうと大きいことを言ってみます。今日は最後の砦ということで、一緒にコールもという話おしまいですね。はい、コールもという話なので、最後に関電に文句言うて帰りましょうか。じゃあ
ちょっと風吹いてきて寒いですけど、あのこの多分電気代で作られたでっかいビルの方向かって、電気代で作られたあの何だ立派なスロープに向かって左の声を上げましょう。どうもありがとうございました。はい、お願いします。本日の、関西 3.9 どんな感じかっていうか、3.9 アフターアクション、関西アフターアクション、関電関西電力本店大法医、まあ、こんな感じでこんな感じで終わりますっていう感じで、どうも、皆さんどうもご視聴どうもありがとうございました。先ほどはちょっとあの何と言いますか、まあ何と言いますか、ご心配おかけしまして申し訳ありません。どうもありがとうございました。
そういうわけでどうもありがとうございました。どうも、じゃあどうも失礼いたします。どうも。